廿日市市は宮島を訪れる観光客から徴収する訪問税について来年10月1日から開始すると発表しました。宮島に関係する私たちだけでなく、やはりより多くの皆さんに少しずつご負担いただきながら、この宮島を守っていきたい。廿日市市の松本市長は来年10月1日からの徴収開始を表明。訪問税によって得られる税収で宮島の価値を高めていきたいと意気込みを示しました。訪問税は宮島口旅客ターミナルからのフェリーの乗船料金に1人100円を上乗せして徴収します。また広島市内からの高速船や個人で船舶を利用して宮島を訪れても訪問税は徴収されるということです。宮島で生活する島民や修学旅行で訪れる団体客などは免除されます。年間およそ2億円の税収を見込んでおり、歴史ある町並みの保全など観光地としての魅力向上への取り組みに充てるということです。観光客の反応は、なんか別に100円だったらいいかなって思う。使い道にはよると思うんです。環境の保全とかに使われるのであれば、まあ、100円とかならその寄付っていうか、まあ募金感覚でしてもいいのかなって思いました。コロナ後も見据え、魅力向上を目指して導入される宮島の訪問税。観光客を引き寄せる取り組みにつなげられるのか、行政の手腕が問われます。